プツプ、このチャンネルの動画どれも面白いな。オールマイティラボさんって言うんだけど、いろんなおまぬけ動物がいるんだな。なんだか楽しそうな生き物の動画見てるわね、タヌキさん。あ、キツネさんもこのチャンネル知ってる？あら、それって。は、ちょこちょこ口の悪い動画もあるからもしかして苦手なんじゃ。オールマイティラボさんの動画、どれも面白いわよね。あ、普通に視聴者だった。バタスモンキーの動画が大好きだけど、ペリカンとかハトの動画も面白くて、生態に対する切り込みが鋭くて刺激を受けるし、新作が待ち遠しくて通知をオンにしてずっと待ってるんだけど。早口オタクになるぐらいのファンだった。代表的な作品は、ダチョウの頭が悪すぎるという、身も蓋もない動画だけど、今回はこちらをリスペクト、深掘りした解説をしようと思うわ。というわけで今回は、ダチョウの頭はなぜ悪いのかについて紹介するわ。なかなかひどいテーマである。ダチョウといえば体の大きな飛べない鳥で走りが得意、というのはみんなよく知ってるけど、実は頭が悪く、びっくりするほどおまぬけでどうしようもなく、知れば知るほど、なぜ現代まで生き残ってこれたのか意味がわからないわ。めちゃくちゃボロクソに言うじゃん。それで、なんで頭が悪いの？脳みそがちっちゃいからよ。痛くない？完全に悪口じゃん。でも、そんなおまぬけで脳みその小さなダチョウたちがなぜ生き残ってこれたのか、これを機に、彼らの生態や凄さについても知ってもらいたいと思うわ。ダチョウは、ダチョウ科ダチョウ属に分類される大型の鳥類で、オスは大人になると体高230センチ、体重135キロを超える、現存する最大の鳥の一種。アルジェリア、ウガンダ、エジプト、ボツワナなどの広大なアフリカ大陸に生息しているわ。ふむふむ。蝶が他の鳥と比較してとても長く、馬やウサギと同様に、草の繊維を蝶で発酵させてエネルギーに変換しており、飲み込んだ石を遺跡に使い、食べた餌をすりつぶすことに利用することもある草食動物なんだけど、鳥ではあるものの飛ぶことはできず、草鳥類、影響類というグループに属しているわ。草鳥類？草鳥類とは、原生する鳥の中で、原始的な甲殻類に属している、地上で進化したグループのことで、竜骨突起と呼ばれる、飛ぶために必要な筋肉を支える胸骨がない仲間を指しているわ。このグループには、エミューやヒクイドリ、キーウィなど過去に紹介した走りの得意な鳥が属しているわね。ふむふむ。人類は、そんなダチョウと長いお付き合いがあり、食肉にしたり、卵を採取したり、皮を取ったり、常用としても利用されてきた歴史があるわ。余すことなく利用できるため、海外では飼育も行われて、交易品としても利用されているものの、最近は、頭が悪いという残念な特徴で有名になってしまったわ。僕も動画を見てからそのイメージしか。実際にダチョウがどれだけ頭が悪いのか、4つのエピソードを紹介していこうと思うわ。頭が悪いエピソードその1、自分の家族がわからなくなる。僕もお世辞にも頭がいいわけじゃないけど、自分の近しい人ぐらいなら覚えてるよ。人の顔を覚えるのが苦手な人も、さすがに毎日顔を合わせていれば顔と名前は覚えるものの、ダチョウは毎日お世話してくれる飼育員の顔すら忘れるわ。飼育員さんがかわいそうすぎる。ダチョウたちはちょっとしたことで、喧嘩やパニックを起こしてしまうんだけど、例えば、ダチョウの家族 A の5羽と、家族 B の5羽の中で喧嘩が起き、パニックになると、集団でまぜこぜになり、クンズホグレツの大乱闘が一通り起き、喧嘩が収まった頃には、A と B の家族同士がごちゃ混ぜになっていて、父親と母親が入れ替わっていたり、子供の数が違っていても誰も気づかないのよ。さすがに数が変わっていたら気がつくでしょ。ある意味器のでかい動物と言えるわね。頭が悪いエピソードその2、誰かが走るとつられて走り出すものの、走ってる理由は分かってない。なんというか、いろいろと大丈夫。ダチョウは基本的に群れで行動しており、移動するときも、みんな一緒に動くんだけど、誰か一匹が走り出すと、それが何の目的で走り出したのか、特に考えたり警戒するわけではなく、とりあえず自分もついていこうと、みんな一緒になって、その方向に向かって走り出すものの、そもそも最初に走り出した一匹目も、自分が何で走っているのか理解していないことも多く。なんかみんな一緒に走ってるから楽しい。みたいなノリで、群れで大地を疾走しているのよ。脳天気すぎてすがすがしいな。ちなみに何も考えず走ってるから遭難してしまうのよ。なんてこったい。頭が悪いエピソードその3、恐怖心ゼロ。恐怖心がないって、捉え方次第じゃ、勇敢とかポジティブな感じがしない？ダチョウの恐怖心のなさはそんな次元を超えているわ。
生き物が恐怖を感じる理由は、脳内でいろんな怖いものを先回りして想像するから。事故に遭うかもしれない、お化けが出るかもしれない、天敵が飛び出してくるかもしれないなど。想像力があるからこそ、イメージを膨らませて恐怖心が湧いてくるんだけど、何も考えてない記憶力ゼロのダチョウは、そんな先のことなんて考えられないわ。このセリフだけ切り取ったら、完全に悪口では？記憶力の悪いダチョウは、人間が背中に飛び乗っても、いやあ、なみ、なんか乗ってきたんですけど。と、パニックになって走っていたら、あれ、僕なんで走ってたんだっけ？うろう、風が気持ちいい？なんか背中が重い気がするけど。それすら忘れちゃうの？そうそう、彼らは、自分の身に何か起きてもすぐに忘れてしまうどころか、野生動物にとっては命取りにもなる、出血を伴う怪我をしても時間が経てば忘れてしまうのよ。記憶力ゼロというか、もはや忘れる力の方がマックスなのでは？そのため、さっき話したように仲間が走り出しても、一緒に走っても大丈夫なのか？というような疑いは一切持たずに失踪するため、そのまま大きな物や壁に激突するだけでなく、崖で止まりきれずそのまま落ちることもあるわ。やっぱりちゃんと考えてから走り出そうね。体も大きく丈夫だから、ちょっとやそっとのことじゃ命に関わるレベルの怪我はしないものの、動物園で飼われているダチョウは、柵や床に敷いた板の間など、想定していないような隙間に頭をねじ込んでしまい窒息する意味不明な事故死が多く、飼育員さんたちも、無謀に死に向かっていくダチョウたちに手をこまねいているのよ。なんで絶滅しなかったのか、本当に不思議なんですけど。頭が悪いエピソードその4、誰の卵かわからずに温める。もうどんなエピソードが出てきても驚かなくなってきたんですけど。多くの鳥は少ない数の卵を産み、それを大事に育てて孵化させる。哺乳動物と同じように、子供たちをきちんと認識して育児をする鳥が多いため、巣に部外者や侵入者、他の卵があるなんて言語道断というスタンスが基本なんだけど。よいしょ、よいしょ。しっかり温めて、と、はぁ、今日もたっぷり卵温めて疲れちゃったわ。あら、あっちにも卵があるじゃない。私ここに卵を置いたかしら？よくわからないけど温めましょうか。よっこらしょっと。これ絶対別の鳥の卵だよね。こうしていろんなエピソードを並べてみると、やっぱり残念な生き物だと感じてしまうけど、これらの行動は、自然界ではむしろ役に立つ、合理的な行動とも言えるのよ。どこが合理的なの？例えば、誰かが走り出したら釣られて走り出すというのも合理的な行動で、走るというのはエネルギーを使う行動なんだけど、食料食べ放題ではない自然界では、無駄なエネルギーは1ミリたりとも使うべきではないため、突然走るということは、天敵が近づいてきている可能性があり、何も考えずついていくことが大事なのよ。ほほう？人間の場合も、危険が死角から迫っていて、誰かが危ないと注意しても、声をかけられた瞬間、なぜ危ないのか、どこが危ないのかという余計なことを考えてフリーズしてしまい、命を落とすケースも少なくないため、とりあえず走っておく方がいいのよ。なるほど、考えないことがメリットになることもあるんだね。また、他のメスの卵を育てるのも、ダチョウの生態を考えれば不思議ではないわ。ダチョウは、数匹から数十匹の群れを作り、オス一匹に対して、メス数匹のハーレムを形成するんだけど、子育てに特徴があり、メスは自分の巣の中で卵を温めているとき、他のメスが近づいてくると、同じ巣の中に産卵を許可して一緒に温めるわ。だから、誰の卵かわからないというより、誰の卵でも良いというのが正しく、お互いに競争するのではなく、群れという共同体で助け合い、みんなで一緒に子育てするという、家族の垣根を越えた、ハートフルで仲間思いな動物なのよ。お？ダチョウには、危険が迫ると頭を砂に埋めるという逸話があるんだけど、これは誤りで。メスのダチョウは、地面に浅い巣穴を掘り、そこで卵を温めているわ。危険が迫ると頭を低くして、ヒナを守ろうとしている姿が、頭を砂に埋めているように見えたのでしょうね。隠れているつもりだと馬鹿にされていたんだけど、実は子供を守るための慈悲深い行動なのよ。こんなに優しくて仲間思いの生き物だったなんて。ちなみに、共同体で育児をするのは、ゾウなど他の草食動物でも見られる行動なんだけど、個体数が増えれば増えるほど、自分の子供の狙われる確率が下がるという、合理的な理由もあるわ。要するに、情けは人のためならず、的な行動なわけね。それ聞かなければいい話で終わってたのに。
ダチョウの頭がとても残念なことは分かったと思うけど、その理由は脳がとても小さい、40グラムしかないからと巷では言われているわ。だいぶ軽くない？40グラムはだいたいゴルフボール1個分、100円ライター2本分の重さね。ダチョウの目の重さが60グラムだから、脳より目玉が大きいのよ。目玉以下の重さ。絶対脳みそちっちゃいじゃん。それじゃあここからは、他の動物と脳の大きさを比較してみましょうか。大人の人間の脳みそは、重さ 1.2 から 1.5 キロほどで、男女で平均重量が異なるわ。成人男性の脳の重さは平均 1350 グラムで、成人女性の場合は平均 1200 グラム。近縁の霊長類と比較しても大きく、ニホンザルの脳は80グラム、ゴリラの脳は550グラム。人間に最も近い、DNA が 1% しか違わない動物、チンパンジーでも400グラムほどしかないため、脳が大きくなり、賢くなる方向で進化したのが人類と言っても過言ではないわ。こうして比べると人間の脳って大きいんだな。人類の祖先を見ても、ホモサピエンスに近づくほど脳の重さが増えているわ。他にも、陸上生物最大の脳を持つのはアフリカゾウで、オスの成獣で、推定5キロの脳の重さを誇り、人間の4倍近い脳みそを持っているけど、ゾウは人間より4倍賢いと思うかしらね。ゾウも賢い動物だと思うけど、そこまでかな。そこで、脳の大きさと体重を考慮して割り出す方法があるわ。脳の重さと体重から、動物の知性を表す指標を、脳可指数 EQ と言い、人間はこれが最も高いわ。人間の脳可指数が約 7.5 に対し、ハンドウイルカは約5、チンパンジーが約 2.3、カラスが 1.25、犬が 1.2 となっていて、アフリカゾウは 1.3 で、体重に対する脳の比率で考えるとめちゃくちゃ大きいとは言えないわ。こう並べてみると、脳可指数の高い順に、賢い動物順になってる気がするね。人間の場合、体重に占める脳の割合は 2% 程度だけど、体重160キロのダチョウの場合、脳みその重さが 40g と仮定すると、脳の割合は 0.025% となり、人間と比べて100分の1ぐらいの脳みそしかない計算になるわ。これは頭が悪いのも納得。ただ、脳みそが大きいイコール賢いと言われていたのは昔の話で、過去動画の人体の未解明の謎で解説しているように、脳の大きさと賢さの関係ははっきり分かってないわ。男女差で脳の大きさに違いがあっても、性差によって知能の差はないし、IQ が160以上あったと言われる天才物理学者、アインシュタインの脳の重さは 1230g と平均以下だったのよ。全然脳の重さ関係ないじゃん。その後、脳にシワがある人ほど賢いのではと推測されたものの、比較的賢い動物であるマウスの脳みそがツルツルだったため、その説は否定されているわ。2018年のドイツの研究では、IQ が高い人ほど脳の神経細胞の密度が低く、シンプルで、脳に無駄なネットワークがなく、効率的に情報を伝達している様子が伺えたそうよ。賢さは脳の大きさや形で簡単に決められるものではなく、未解明の謎として研究され続けているわ。なるほどな。2023年のデンマークの研究によると、脳がないクラゲでも高度な学習が可能だと判明しており、脳そのものではなく、神経系そのものに学習や記憶といった基本的な仕組みが備わっていると見られるわ。だから、ダチョウの脳みそが小さいイコールおバカというのは証明されていないのよ。自分の家族がわからなくなる時点でおバカ確定では？普通に考えたら、これだけ頭が悪ければ現代まで生き残れるはずがないと思うわ。まあそうだね。彼らがなぜ頭が悪いまま生き残ってこれたかというと、原始的な体の作りのままでも問題なかったから。ダチョウの祖先は白亜紀後期のリトレニスという飛ぶ能力のあった初期の鳥から約7900万年前に枝分かれし、ダチョウとそれ以外の生き物に分岐したと考えられていて、そこから進化が止まり、爬虫類のような特徴を残したまま生き残っているわ。これは体は弱いけど賢さ一本で進化してきた人類とある意味対極の存在で、共同生活で子孫を効率的に残すという生態が奇跡的に生き残りにかみ合っていて、脳を発達させる必要がなかったのではないかと考えられるわ。なるほど、納得。生き残りには賢さが有利になる場合もあるけど、必要不可欠な要素ではないわ。頭が悪いゆえに余計なことを考えず、同種同士での争いや競争なども発生しなかったのよ。人間はその反面、知性を身につけたせいで、自分たちの私利私欲のために同種同士での争いや戦争によって数を減らしたり、
余計なことを考えてストレスを抱えて、精神を病むことも多くなったわ。現代人に必要なのは、座長の頭の悪さかもしれないわね。頭がいいって必ずしもいいことじゃないんだな。ここまで散々、座長の残念な特徴を紹介してきたけど、彼らにはすごい能力もたくさんあるのよ。今からかばってもさすがに遅すぎない？まあまあ、とりあえず話だけでも聞いていきなさい。座長の凄さその1、足の速さと持久力。座長の走る速さは最大時速70キロと言われているわ。これは人間の世界記録の約2倍ほどの速さで、時速60キロのライオンより速く、たった一歩走るだけで5メートルも前進できるため、肉食動物に狙われても簡単に振り切ってしまう。世界中の陸上を走る生物でトップレベルの速さを誇る動物なのよ。さすが飛ぶ能力は捨てただけある。この速さはバネのような剣に蓄えられたエネルギーによって実現していて、その脚力は3トンを超え、よく見ると他の動物の比にならないほど足に筋肉がついているわ。筋肉質ながら細く引き締まった足、大きな体で絶妙な重心を保っており、全力疾走するときは翼を広げてバランスを保ち、転ばないようになっているわ。確かにダチョウが転ぶイメージって全然ないかも。彼らは水なしで数日間、高温環境でも走り続けるタフさと持久力も兼ね備えていて、最大30分も時速50キロを維持できると言われているわね。これは肉食動物も迂闊に狩ろうとは思わないね。座長の凄さその2、目の良さ。タカやワシなど空から地上の獲物を探している猛禽類の視力が高いのは有名な話で、人間の視力の6から8倍ほどあると言われているけど、座長も負けていないわ。陸を歩いている生き物なのに。座長の視力は20以上、人間の10倍ほど視力が優れているとされ、 3.5 キロ離れたものを認識したり、40メートル先のアリの動きが見えると言われているわ。40メートル先のアリってもはやゴマ粒より小さいでしょ。この視力の高さは動物界トップクラスを誇り、何でもお見通しなんだけど、彼らにその能力を生かす知能があるかどうかはまた別の話ね。宝の持ち腐れの可能性が。ダチョウの凄さその3、寿命の長さ。野生のダチョウの平均寿命は約40年、飼育されているダチョウは最大75年と言われているわ。ひょえー、人間並みに長生きするじゃん。鳥といえばか細くひ弱なイメージがあるけど、全体的に長寿な鳥が多く、小さな文鳥でも8から10年、赤星インコでも7から8年ぐらい生きるから、鳥を飼うときはどれくらい長生きするかも考慮してお迎えしてほしいわね。そして最後のダチョウの凄さその4、ほぼ病気で死なない。え、めちゃくちゃすごい能力じゃない？医療の進歩によってさまざまな感染症を克服してきた人類でも、病気すべては完全に克服できてないわ。2021年の厚労省のデータによると、人間の主な死因別死亡数の割合はこの通り。癌が 26.5%、心筋梗塞などの心疾患が 14.9%、脳卒中などの脳血管疾患が 7.3%、その他肺炎や腎不全、アルツハイマー病など、病気による死亡率は 80% を超えており、生命維持ができなくなるまでゆっくりと体が弱っていく、老衰による死亡は、たった 10% しかないわ。ほとんどみんな病気で死んじゃうんだね。人間は、ちょっとした擦り傷や切り傷でも放置したらそこからばい菌が入ってしまい、炎症を起こして腫れたり化膿したり、重い感染症に発展する危険もあるんだけど、ダチョウは、骨が見えるほどの大怪我を負っても滅多に死なないのよ。え？人間だったら手術が必要になるレベルでしょ？彼らは、そんな大怪我でも手当てをしなくてもすぐに回復し、傷口から病気になることも少ないんだけど、この驚異的な自己治癒力は、抗体を作る能力の高さにあるわ。抗体？抗体とは簡単に言うと、異物が体内に入った時にそれを除去する働きをするタンパク質で、人間を含むいろんな動物に、この抗体を作り出す能力があるんだけど、ダチョウの体内に、ウイルスなどの異物が侵入すると、猛スピードであらゆるパターンの抗体が作り出され、それらの抗体が、素早く怪我や病気を治してしまうわ。このダチョウ抗体は、マウスやウサギなど小動物で作られる抗体より生産コストや効能など、あらゆる面で優れた特性を持っているとされ、様々な治療薬に利用されており、具体的には、1年間でウサギ800匹が生産する抗体を1羽で生み出してしまうほどなのよ。とんでもない回復力じゃん。こうしたダチョウのパワーに気づき、応用研究を手掛ける人が日本にはいるのよ。
京都府立大学の学長であり、獣医学博士の塚本教授は、ダチョウの生態や抗体を使った製品の研究開発を行っていて、2006年、研究の成果として、ダチョウの卵から抗体を大量生産する方法を確立し、2008年に、マスクのフィルター表面にダチョウ抗体を配合したダチョウ抗体マスクを開発。マスク表面に付着したウイルスが不活性化しやすく、感染リスクが抑えられると考えられていて、新型コロナに対するダチョウ抗体の生成にも世界に先駆けて成功しているのよ。それって本当に効果あるの？ええ、実際にダチョウの抗体の優れた特性はアメリカ食品医薬品局も認可していて、がんや感染症の診断薬、食中毒の治療薬、病原体防止用素剤、化粧品、医薬部外品などなど、人類が悩まされている様々な病気に対する対抗手段として期待されていて、なおかつ、動物を用いた従来の抗体作成法では、小動物の血液や細胞を採取するため、命を犠牲にしなくてはならない問題も抱えていたんだけど、ダチョウの抗体は卵から採取できるため、命も犠牲にせず約50年間ノーリスクで取り続けられるのよ。人間だけじゃなくて動物の命も救っているなんて。今回の話を聞いて、より一層ダチョウが好きになったんじゃないかしら。ダチョウっておバカで憎めない生き物だと思ってたけど、それだけじゃなくて足の速さとか目の良さもすごいし、人間社会にも役立ってたなんて。頭が悪いとか家族も覚えられないとか、動物の面白い一面で興味を持ってくれるのも嬉しいけど、そこから一歩踏み込んで、なぜ頭が悪いのに生き延びられたのか、といった別の視点から疑問を持って調べてみると、まだ誰も知らないようなもっと面白いことがわかるかもしれないのよ。いろんな角度から調べるって大事だね。そんなダチョウの魅力をもっと知りたい方におすすめな本はこちら、ダチョウはアホだが役に立つという、先ほど紹介した塚本教授の著書をおすすめするわ。抗体パワーだけじゃなく、専門家から見たダチョウの凄さとアホさに的確に切り込んでいるわ。専門家の人もアホだって認めてるのね。先生がなぜこの道にハマったのか、幼少期からの生い立ちの話もあるから、ぜひ読んでほしいわね。そして、もっとダチョウを近くに感じたい人におすすめなのはこちら。茨城県石岡市にあるダチョウ王国石岡ファームがとてもおすすめよ。ダチョウ王国。この施設は日本最大のダチョウ施設で、牧場を駆け巡っていて、餌やり体験も楽しめるわ。他にも施設内には、アルパカ、カピバラ、ロバ、羊たちにも触れ合えるわよ。でも、近くの動物園で見られるし、わざわざ茨城県まで行かなくてもな。この施設にはダチョウ肉が味わえるお店もあるのよ。ん？ダチョウ肉は歯ごたえがあって甘みもあり、ステーキ肉やハンバーグにすると美味しいのよね。高タンパク低脂肪なお肉で、牛の赤身肉より鉄分も豊富でヘルシーな健康食として注目されてるし、癖もなくて、和洋どっちの味付けでもいける、ジューシーなお肉なんだけど。キツネさん、準備できたから早く出発するよ。さすがタヌキさん、ダチョウ並みのスピードで出て行ったわね。